寂しくないとこ。今度はこれで固定するようにしましょう。いろいろね、こういった道具をいろいろ工夫して使い分けながらうまいことやっていきます。こうだよな。仕上げ削り作業ひたすら延々と何回ぐらい削るんかね。これもうほとんどこの仕上げ削りこう一掘り一掘りやっていく作業なわけですよ。これこればっかしは省略するわけにもいかないからね。でまあこの作業をしながら何を考えとるんかっていうと、割と、まあ、今ねこうやって削りながらあれこれ雑談ができるぐらい別のことを喋りながら手は動かすっていうこともできるっちゃできるんですけど、そのわけこの作業をしようる間はなんか無心になって我を忘れてなんかねトランス状態になってとか。そんなことはまあはっきり言ってないですね。実は割としょうもないことを考えながらあれやらねえけんねこれやらねえけんねとかっていうふうなどうでもいいことだったりちょっと別のやらねえけんことをこう頭の中では別のことをね整理してたりとかいうようなことも実はしてたりしますね。で基本的にはねやっぱこの作業っていうのはなんかこの僕の木の器作りの中で最も大事な作業の一つといえばまあそうなんですけど、まあそうなんですよね。これがいい加減になったらまあ完成品にはならないんで大事な工程であるのは間違いないんですが、でもね実は普段これをやりながらいつも感じていることっていうのは、まあ、ただひたすらもうめんどくせえなっていうことばかりですね。まあめんどくさい、まあ当然ちゃ当然なんですね。手間がかかるよね。力は結構力を込めて削るんでやっぱだんだん握力がきつくなってきたり手首とか、まあ、特にこの肘とか結構負担がかかってくるのであんまり長時間やりすぎると本当腕が動かなくなるような感じなんですよね。でやっぱりこういう体勢でまあ、変に力んでずっと続けているのでもう最近肩とかの首周りの凝りはめっちゃ激しく辛いですね。まあ言うてもこれでやるしかないんでやるんですけど、まあとにかくめんどくさいめんどくさいと思いながらもひたすらそう思いながらの作業です。そんなかっこいいことなんか考えてないですよ。うん、魂を注入するとかね、そんなかっこいいことを言おう思えばまあそうなんですけど、まあ、正直に言うとただひたすら面倒くさい、でもやるしかない。じゃあサンドペーパーでこうジャーッと磨いて仕上げるようにすればいい機械。サンディングの機械とかを使ってねそれでやりゃ楽じゃんっていう話ではあるんですけど、でもそれはねサンドペーパーでザーッと磨いて仕上げるっていうのはそれは僕の中ではこの
手でこうやって掘る仕上げよりもさらに面倒くさいっていう風な感じなんですよ。実はもうめっちゃ面倒くさい。そっちのサンディングの方が面倒くさいって思っているので、少しでも面倒くさくない方のこの方法を採用しているというわけなんですね。まあ、サンディングで仕上げる場合っていうのは、ある程度しっかりした機械ですね、設備、そういったものを揃えてやれば、人の手っていうものをなるべく必要としなくてもいいような、その省力化、自動化とか機械化とかいう感じでですね、そういうふうな方向に持っていくこともできるんですけれども、まあ、なかなかそこまで設備を整えるかっていうのもあるし、大掛かりな設備っていうのはあんまり抱えて、所帯を大きくして動きがね、自由度がなくなるのは嫌だなっていうのがあったんで、あえてそういう方向ではなく、こういった小刀とか彫刻刀とか、これがあればどこでも仕事ができるっていうような状態にしたかったなっていうのはあります。で、あとはまあサンディングするとね、もう粉塵がまあすごいわけじゃないですか。もう粉まみれになって、その粉塵の処理っていうのも考えなきゃいけない。で、中塵機っていうものを準備して、しっかりホコリを取りつつやらなきゃいけない。なので今ここは、今この部屋はね、自宅の一室なんですけれども、こんなところでサンディングなんかできないですよね。ベルトサンダーとか使ってバーッと、もう部屋の中もう粉まみれになって大変です。それを考えると、こういう手作業での加工でいくと、どこでもできるわけですよ。そんなに粉塵が、まあここに結構粉塵は結構ね積もるんですけれども、ベルトサンダー使うのに比べたら全然なので、こういうスタイルがいいですよね。こういう最低限の道具を使ってできる、そういう仕事であるというのがやっぱいいと思いますね。それプラス、そのサンディングで仕上げるのよりこっちの方が楽だっていうふうに思えているっていうのは、なかなかね、自分でも良かったなっていうふうに感じている部分ではあります。大変なんですよ。サンディングの仕上げはなぜ大変かというと、やっぱそれなりに粗い目のサンドペーパーで粗く磨き、それでその後少しずつ目を細かくしていって、で綺麗にツルツルな状態に仕上げていくわけなんですけども、まあ、僕からしてみたらね、あれこれもうどこまでこすったら OK なんみたいなね、また何種類も目を細かくしてっていう風に作業していくっていう風になると、これ結構な手間だなっていう風にすごく感じたので、それとあとね、設備がいるとか粉塵のこととか、機械を使えば早いんだろうけど、機械を使おう思うたらその作業をする場所が限られるとか、そういうのがねあるので、こういう手彫り仕上げっていうのが、まあ、僕の中では、まあ、面倒くさい作業ではあるんですけど、まあ、自分の思う、自分が納得できる仕上がりにするためには、ためにやる作業としては一番これが楽なうちに入るみたいな、まあ、そういうことなんです。そういうふうにも実は
考えているわけですね、うん、まあなんか変な話なんですけど、まあほんでそのサンドペーパーじゃなくてこうやって手作業で押し上げていくっていうこと、これをするっていうのもまあわざわざね一個一個自分がこうやって手作りでこういうふうなものを作るんであれば、ね、サンドペーパーで磨いて仕上げるっていうんだったらあの機械に任せようと思えばできる話なんで、いや機械に任せてできないような仕事、こういうのはねそうだと思うんで、機械に完全に任せてできない仕事をやる、このわざわざやる意味っていうのがあるのかなっていうことで、まあ、結果的にちょうど良かったなっていう話ですね、うん、そうなんですよ、ラッキーだったんですよ、うん、自分こうやって手でボリボリ掘るのは、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいけど、まあなんか、うん、これのおかげで、うん、無駄なことがなく皆さんに、ね、少しでも皆さんにねいいなと思っているようなものを作り出すことができて、で応援してもらって続けることができているなっていう、本当にありがたいなと思っています。なんかめんどくさいめんどくさいと思うんですけど、割とありがとうございますっていう感じです、うん、ありがとうっていう感謝の気持ちいっぱいでやらせてもらったわけですね、というわけでこれもあれこれペチャペチャ喋りながらではありましたが、無事に仕上げ削り作業完了しました。というわけでまあこんな感じでね、あのあれこれ妄想を繰り広げながら、うん、しょうもないことを考えながら、めんどくさいめんどくさいっていう思いを持ちながら淡々と日々削り続けています。まあそんな感じで今日はこの辺で。じゃあまた仕事の様子を撮っていきたいと思います。じゃあね、バイバイ。